いたね。朝ごはん食べようか。うん、食べたい。お母ちゃん1個落ちてるここに。あ、じゃあ気づいた。お母ちゃん気づいたの。すごいね。よかったじゃん。美味しそうね。美味しそう、食べる。はい、おいでよ。遅いよって、ね、ごめんね。ふーちゃんちょっと空割してるから。まだもっと走りたいよね。走るパパだ。パパ走ったら。走る。走る。ちょっと日向ぼっこしてんじゃないか。うん、多分そう。暖かいね、ここね。なんなら俺もちょっと気持ちいいね。ちょうど日がいい感じに当たって、めっちゃ暖かいの好きだもんね。今日はね、節分でございます。節分、豆まきする。豆まき出ちゃってると思ってるから。よだれ垂れた。よだれ垂れた。何も隠れない。
2人、鬼が誕生しました。表情も決まってるね、鬼っぽいよ表情も。じゃあ豆まきします。豆まきします。投げるからね。外ちょっと遠めにやって、うちゃんに、うちゃんに手前に、うちゃん手前と、そうね、今鬼は外やったからね。いくよ。うわー、うちー、うわーうちちょっと、早いよ。あ、ちょっと待ってね、待って。あ、鬼に襲われている。お座りして、お兄さん。はい。いくよ。鬼は外。鬼は外。いくよ。カウチ。カウチ。お金です。カウチ。カウチ。カウチ。ちょっと待って。それパパのアイテム。これにあったと。ちょっとあるし。お水休憩中。ああ。いいね。マツケンサンバ。絵本巻きです。これ絵本巻き。ちょっと待ってよ、向こうで食べよう。おいで。手ふまきだよ。お座りして、お座りして。こうよし。パパは何も言わない。何も言わないパパは。めちゃくちゃ。言わないでね。